ていきますよ、はい、生放送中に、カオリンちゃんにご飯をあげるというのがなかなか難しいということが分かりましたが、皆さんもご覧いただけているでしょうか。もう一度説明しますとですね、このカオリンちゃんは、昨日の大体11時ぐらいですかねに、我が家に到着し、そこから、丸1日ですね、もう25、6時間経ちますが、ご飯を全然食べておりませんでした。というのも、最初は1階とか2階とかに、いたんですけれども、すぐにですね、3階に登ってこのハンモックに入ってました。これはカオリンちゃんが、これまで使っていたご自宅でですね使っていたハンモックです。でこれはやっぱり居心地がいいんでしょう。ずっとここの中で寝ていたんですが、2階の方にですねご飯を、置いていたんですけれども、それには一切手をつけずですね、今に至ります。ただ、朝見たところ、トイレは済ましていました。ということで、いわゆるトイレをしないということは、ちょっと心配なことなので、それはクリアしたところです。そして、今、チュールをですね、保護主さんのところではチュールをスプーンにつけて、食べさせていましたということ、それだったらよく食べますよということですので、やってみたところやはり食べました。今チュール1本くらい食べた、全部食べた。しかもね、終わるとね、もっと足りないって言ってね、スプーンを噛むので、ちょっとお腹ペコリンなので、今ちょっと朝あげた、このウェットをスプーンに乗せてあげてみようかなって思います。はい、お願いします。はい、はい、カオリンちゃん、まあ、チュール1本分っていうと普通のご飯よりだいぶ少ないのでですね、ちゃんとしたご飯も今、そうやってあげてみようと思います。これであと恐怖心がだんだんなくなってきてですね、2階に置いてあるご飯を、見つけて食べてくれれば、今はね本当にまだ見つけてないような状態だと思うんですよね。知らないところに来て、怖いと、怖いからハンモックに入ったらハンモックの中はちょっと安心できるというような状態のままになっていると思います。食べてる。お、食べたね。食べてます。よし、偉い偉い。そう、なんか保護主さんがスプーンであげないと食べないのよね、うん、この子って言ってたもんね。はいはいはい。ただ置いてあるものは食べてたんでね、いや、お皿に入れても普通のご飯は食べないんだって。あ、そう。食べなかったから、もう今来るちょっと前くらいは平気かもしれないけど、とにかくこの子はご飯食べてくれないから口元に持っていかないと。なるほど。って言っていたので、じゃあ少しあれだね、慣らすというか、こう仲良くなるのは早めた方が良さそうだね、うん、ただ置いとくだけで食べないんだとしたら結構心配だね、だからね、昨日もそのスープであげた方がいいのかなって悩んだんだけど、でもまだそれも怖かろうと思って。そうね、はい、じゃあちょっといろんなことを試しながらですね、まだ心は子供だと思いますんで、少し急ぎ気味でコンタクトをちょっとしてみようと思います。ガツガツしています。おう、めっちゃガツガツしています。それかもう完全にお嬢様だから口まで持って行っていただかないと私食せませんわみたいな感じかな。このさ、お皿をさ、ちょっとさ、入れてみようか。お皿ごと、ハンモックの中に、時々、あんずちゃんとかもやってたんだけど、怖いかな、手が伸びてきて。まあ、入れてみよう。叩かれるかもしれないけど、我慢してね。叩かれてもいいです。はい、どうぞ。はい、どうぞ。食べてみて。あ、食べそう。食べてる。はいはい。はい。はい、よかった。これでペロッと食べてくれたら、一安心です。シーリオンさん、アンズちゃんはトラウマがあるからという問題でないところが逆に難しいのかもしれないですね。そこなんですよ。昨日もちょっとねその話はしていたんですが、そうですね、カオリンさんの、保護主さんと、結構長話をした中で、ジャン君は
あんなに怖くて、手も痛かったけど分かりやすかったと、いろんな子をこうやって見ていくと、とにかくこの子は、ただただ優しくして心を開いていけばいいだけの一直線の子だったんですね。で、まあラブ君も割とそうですね。ただシオン君はちょっと曲がった感じというか、少し二面性のようなものを感じて、さらにはアンズちゃんは多分、4種類ぐらいかな、なんかこう局面局面で反応が違ってるんですよね。ただそれぞれにこうパターンがあるのは見えましたので、うまくそれを使いながらすればいいのかなとは思っています。今日も多分怖い思いを本人はしたんですよ。で怖い思いをして、思わず、クロケンパパの手を噛んじゃいましたけど、その後に撫でたら、いわゆるこう半分気持ちいい半分怖いみたいな状態の撫でられ方をずっとするんですけど、そこのパターンに戻るんですよね。なので怖がらずに、噛まれたからって怖がらずに手を出して撫でてしまうっていうのがこの子には効き目があるようです。まあ、全ての子にそれが通用するとは限りませんが、そうですね、アンズちゃんを理解するにはそのパターンかなと思っています。プーサクラさん、アンズちゃんなかなかやりますね、長期戦で末永くお付き合いしましょう、笑い笑い。カオリンちゃんにはシャーされましたか？カオリンちゃんシャー尽くしですね、今日のところはね。サチコシバ様、様じゃない、さん、皆様、アスタマニャーニャー、ユミコさん、明日もまたお願いします、アスタマニャーニャ、シャネガブさん、ありがとうございました、アスタマニャーニャ、エコタチーさん、ありがとうございました、アスタマニャーニャ、シーリオンさん、今日もありがとうございました、アスタマニャーニャ、ミータンアシャンさん、アスタマニャーニャ、ササラさん、お、こっち向いた、レイコさん、アスタマニャーニャ、ミクさん、アスタマニャーニャ、シャネガブさん、こっち見た。カオリンちゃんのトイレをお掃除いたします。はい、失礼します。あれ、あ、おしっこだね。あ、ご飯もあと少しだけ残った。うん、なんかさっき2回ぐらいカリカリ食べた。朝ね、はい、はじめのうちはきれいに使うね。カオリンちゃんご飯置くよ。
食べに来てね。ベッドの中に出てたクッションがな下に落ちています。よいしょ、よいしょ、開けます。ちょっと開けにくいです。よいしょ、カオリちゃん、クッションがいる？はい、奥だな。そうだね。はい、じゃあ夜中の間に食べてください。